もしもし。秋山さんですか？沢村です。いや、何かあったの？そろそろ堀江さんが警察から戻ってくる頃だと思うんですけど、電話しても連絡が取れなくて。何か問題でもあったのかな？それが分からなくて、だからダイナチアへ様子を見に行こうと思うんです。それ、俺も行こう。よかった。実は一人だと心細くて。じゃあ、ダイナチアの入り口で待ち合わせでいいですか？オーケー、問題ないよ。じゃあまた後で。失礼します。
秋山さん。悪い、待たせちゃったかな。いえ、私も今来たところです。さっき、また堀江さんに電話したんですけど、やっぱり出なくて。そうか。まあいい。なら、衣装が戻ってきてないかどうか、自分たちで探してみよう。 パクさんの遺書か。どこにあると思う？ 警察から戻ってきてるなら、社長室の中だと思います。社長の遺品をまとめて入れたお盆がありましたから。秋山さん、ありました。 こいつがパクさんの遺書か。あとは彼女が左手で書いた字も、これと一緒に見られるといいんだけど、どこかにないかな。そういえば社長、亡くなる直前に堀江さん宛てのメモを書いてました。左手を使って。そのメモがどこかにあると思います。ん？あの金庫は？ 鍵がかかってる。開けるんですか？なんかこの鍵変わった形してるね。え？見てごらん。鉛筆でも突っ込めそうな感じの鍵穴だ。ダメか。なわけないよね。 もしかして。それは？社長から亡くなる前にいただいたんです。少し早いけど、私のデビュー祝いにって。開いた。マジ？ と帳簿だ。こんなとこにあったのか。社長。 違うな。素人目にも文字の癖が全然違う。それじゃあやっぱり。遺書はパクさんが右手で書いた文字を真似たものだ。つまり彼女の右手が一晩で急に治ったんじゃない限り、この遺書は偽造されたものってことになる。やっぱり自殺なんかじゃない。彼女は殺されたんだ。 わざわざ手の込んだ偽装工作までされてね。やっぱり。何の音だ？何かあったんですか？ 上から誰かが落ちた。
しおい待て秋山さん何なんやお前はそれはこっちのセリフでしょう堀江ちゃんお前がやったのかパクさんを殺したのもお前かちゃん俺やない俺は脅されてただけや脅されてた頼む見逃してくれ俺は何も悪くないんや勝手なこと言ってんじゃねえよならもうこうするしかねえな最初からその気だったんだろ撃ち殺したのか話は後で聞かせてもらうぜおい堀江ちゃん堀江ちゃんしっかりしろ堀江ちゃん今すぐ救急車呼ぶから119番消防です火事ですか救急ですかもしもしどうされましたか誰だ知る必要はない今すぐ楽にしてやる火事ですか秋山さんおいどこ見てんだよ化け物か楽にしたる。
タフだね。まったく。荻田さん。その顔覚えたで。堀江さん、堀江さん、堀江さん、どうして。多分荻田とかいうやつにやられたんだ。え、荻田さんが。とにかく今は堀江ちゃんを病院に運ぼう。何としても助けなきゃ。